じゃあな。See you later。それでは家族に見送られて出発したいと思います。行ってきまーす。バイバーイ。湯沢へ向かいたいと思います。Here we go。到着しました。天然パーマベースになる湯沢のキノコ工場ですね。ここが、今回天然パーマベースになります湯沢のなめこ工場です。ボスです。ちょうどねここに今ね従業員の車があるんですけど、ここに置かしてもらう予定です。ここで行けそう、はい、僕的にはここが一番ベストです。はい、そんなに後ろまで行かなくて大丈夫だと思ってます。あ、そっか、そこに電源があるんだ。なるほど。土曜日なんかはこっちのアスファルト側にね止めさせていただけるので、全くこう雪の心配はないということです。いやー、やばい。ここがこれから天然パーマベースどうなるんでしょう。超楽しみ。さあ、天然パーマベース、トレーラーを置く場所の雪をね根こそぎ会長に書いてもらって、水平をね出すために一旦雪をさらってもらいます。ここに俺のトレーラーをですね設置しようと思います。ありがとうございます、会長。この場所ですね、天然パーマトレーラーを設置したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、天然パーマベース設置完了しました。こちらね道路から来てすぐ目立つ位置に、キャンピングトレーラーね設置できましたので、ここがこれから僕の、本拠地となります。平日はねこの中で生活をしながら、週末お客さん来ていただいたお客さんにはここを共有スペースとして使っていただける、そのような感じでお待ちしておりますので、ぜひ
天然パーマベースアット湯沢車中泊スポットですね。ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。さあこんな感じで天然パーマベースセットアップ完了しました。こちらリビングね、みんなでくつろいでいただけるスペースもね完璧にご用意できました。でここでね、ここね実は乾燥室になるんですね。はい、こちらも用意できました。暖房もバッチリ効いてます。そしてこっち側しがね私のベッドルームですねになります。お客さん来た時はここもテーブルに展開しますので、だいたいね6名から8名ぐらいはくつろげるようなそんなお部屋となっております。いつでも遊びに来れる状態になってますんでね、皆さんぜひ天然パーマベース遊びに来てください。待ってます。てれー、一番最初のお客様です。どうも、初めまして。よろしくよろしく、どうぞ。もちろんもちろん。さあ天然パーマベース最初のお客様はてれん、キントウの峰岸です。キントウの峰岸さんです。乾杯。最初のお客様でございます。イエーイ。最初の晩餐が最初の晩餐がコンビニ弁当。そして20年変わらねえメンツだこれ。いつも同じメンツです本当に。うわいいね、こういうのもいいよ。こういうのいいね、新しいね。またね、健一でもすごいなと思って、何がっていうと、うん、旭岳で再会したりさ、八甲田山で再会したりさ、湯沢に暮らしてりゃ必ず来てくれるのは健一だしさ、結局どこに行っても健一って来てくれるなとかさ、どこに行っても健一と会うなって。そうだね。雪山にいる以上はね。そうだね、うん。さて天然パーマベーストレーラー暮らし2日目の夜ですね。今日は自炊をしたいと思います。鍋ですね、鍋をやりたいと思います。材料はこれだけです。白菜、もやし、ネギ以上です。それをですね、この鍋キューブですね、濃厚パイタン、こいつで作って、あとライス、これはね質素とは言わないですね、おこそかな夜ご飯と呼んでいただきたい。というわけでね、ほぼやったことのない自炊なんですけども、この生活ではね、なるべく夜ご飯は自分で作って食べてみようっていう、そういう挑戦もしてみたいと思います。じゃあ早速作っていきましょう。まずネギですね。ざく切りでいいのか、ざっくり、もっと長めに切っとこうか。まあね、半分ぐらいにしときますかね。一人分だからね、少なめにしときましょう。ここって使うのかな、ネギって。もう使わないかな。でもまあ切ると鮮度が落ちるから、切らない方がいいんだよね。いや、もう火通ったかな。全体的に柔らかくなったと思います。もういいかな。早速食べてみましょう。男一人鍋食べてみたいと思います。いただきます。うん、火は通ってるし味もしっかり染み込んでる。恐るべし鍋キューブ、めっちゃうまい。実はこうやって野菜を取っていければかなりこうヘルシーな食生活になるかなと。毎日、毎日は無理か、なるべくね鍋食いたいと思います。うん、
あったまる。うん、すごくあったまる。幸せ。幸せなことなんかあるかい。一人ぼっちで食べる飯なんか寂しくて仕方ないわ。うん、でも美味しい。天然パーマベース、こうやって私皆さんをお待ちしておりますので、ぜひ泊まりに来てください。